北アメリカ大陸北アメリカ大陸通称北米大陸は現在においては南北アメリカ大陸のうちパナマ地境より北側の部分のことかつてはローラシア大陸から分かれゴンドアナ大陸から分かれた南アメリカ大陸とは別々に存在していた大陸であった面積は約2400万平方キロメートルであるアメリカ合衆国 カナダ、メキシコ、グアテマラ、ベリーズ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカ、パナマが一致する。地理的にも、実質的にも、抗議の北アメリカ地方の大半を占めると言ってよい。これは、カリブ海地域においては大国であるキューバを、北アメリカ大陸で、最も国内総生産が高い国である、アメリカ合衆国と比較すると人口が、約26分の1。 面積に至っては約87分の1であり、またアメリカ合衆国の国内総生産はカリブ海地域で最大であるプエルトリコのそれの約169倍である。なお、北アメリカ地方と称した場合にはメキシコ以南を中央アメリカ地方として区別することがあるのに対し北アメリカ大陸という語にはそのような用法は存在しない。先住民は 大航海時代以前においてはモンゴロイドが中心であったが、クリストファー・コロンブスによる大陸の発見以降、ヨーロッパ人が北アメリカ大陸に到達したことから、彼らとの戦闘や持ち込まれた病原菌によって、先住民の人口は劇的に減少した。現在は、コーカソイド、ネグロイドなどを含めた多種多様な人種の人々が住んでいる。ありがとうございます。